しです。今回はねネメシスでチームデスマッチをプレイしたいと思います。マップはダイナスティです。はい、頑張っていきたいと思います。武器はハニーバジャーでいってみようか。チームデスマッチ、いきなりニワトリかい。インフィニティワールドのゲームはねこのニワトリがよく出てくるんだね、マップにね。あのモダン3の時もね、あのシーサブというマップにこのニワトリがね出てきたんで、あと他のマップにもね出てきたんで、ちょっと忘れちゃったんだけど、ニワトリがいるとなんか風情が出るといいよね。うまいな。どうよ、ナイス味方。ちょっともう突っ走っていくよ。ジュリナ本来でシャットゴンアップリング確率。こっか、どうよ、これなんだ、チェーンソーか。ちょっとオートジャースタイルでちょっと行ってみようか。いこまでな、オンライン。オートジャスタン。ここから来るかな。あ、上か。上かい、上かい。ここリスポーンなってんだよね、これね。ね、いた。うまい。軍用犬が死亡。ああ、死んだか。ちょっと早いね、これ。ここにいるの。これはなんだ？パドか。M27。ああ、これ強いよ。あお。M27 にトラッカーサイトっていうのはなかなか反則じゃないか、これ。うまいな、ガンマ近い。やったね、ナイスナイス。強いな。ここにいるの。なかなかやるな、君たちね。ベストちょっと着ないとちょっと厳しい。ここにそうだな。これリスポーンってね、これね。よしよし、ここにいるのか。上にいるな。なかなか強いな、これ。
味方強いねこれ。ホストラクルーね。あ、そうか。一人敵が味方がやられたから。そうだよな。私の成績は13キル13です。0アシスト、スコア1300でした。はい、皆さんありがとうございました。はい、今回使った武器はアサルトライフルのハニーバジャーに、アタッチメントがフォアグリップ拡張マガジン、パークはレディーアップ、アジリティ、ストーカー、テイクダウン、フォーカス、ハードライン、ストライクパッケージはアサルトで、サットコンボ、軍用剣というカスタムでやっていきました。ご視聴ありがとうございました。